てるわケツが。中華は中華、料理によってはトップはいいよ。でもオールマイティでこうチェーン店もね、メーカーもそういう人は意外とね、肉、カツ、チャタン麺、隣にペッタバンもあるし、カフェ、チャタン麺は好きな韓国料理の中でどれぐらいですか？ベスト10には入ると思うよ。ベスト10、はい、多いね。何これ？あ、肉だもん。食べてみ。すげえ。パン。ああ、ピーナッツかな。うん。ちょっと冷やし中華みたいな。そうだね。うん。もうやっぱりちょっと違うね。中華系の。いただきます。お父さんの反応は、まずささみから。いただきます。うまい、かまんない、うん、あ、やっぱりこっちの方が美味しいかな、うん、ちょっとなんか火の香りしてた。うんうん、そう、それは香ばしい、うん、香ばしさになるね。うん、うん、はい、うん、でも好きな味、うん、これ、韓国の人こうやってたんだよね、もう、カンドラでやる、カンドラで、うん、そう、うん、これが、もんちゃんぽんって言うんですよ。あー、ちゃんぽん、もんちゃんぽん、もんちゃんぽん、富士しかないちゃんぽん。あー、どうですか？うん、なるほど、うん、ちょっと独特になる？かまない。あー、辛っ。あー、辛っ。結構辛いね。あ、でもこれ食べたらまた食べたくなるかも。うん、分かるような、チェジュしかないような、分かるような気持ち。うん、あ、こっちも。おいしい。うん、じゃあ、いただきます。はい。何、ジャジャメ10点満点にしたらダメです。10点で、うまい。ここに10点、うん、10点満点の10点、なんでジャジャメだよ、結構気に入ってるよ、うん、そうだからここ一番美味しいかも、でもあんまり半分ね、さっきちょっと微妙そうだった、微妙だわ、これでも美味しいよ、確かに。登山によって、チャタンは本気だからね、この人だけは。うん。また来ますよ、ここは。うん。また来たね、チャタンは。ここでもいいかも。そうね。でも、本当にここナンバーワンなの？食べます、これを。じゃあ。ここは10点満点です。日本で食べたチャタンって何が違うんですか？だって、美味しくなったの。ここは値段も優しいし、うん、
日本でこれいくらぐらいすると思います？100円ぐらいするからね。うん、どうだった？どうだった？料理じゃなかった。満足ですか？うん、うん、これ、まあ、味とか全部この食堂、ね、値段も、まあ、総合的には8点ぐらいじゃないでも、はい、うんうん、これ次行っていいのかな？あ、最後どうぞどうぞ、はい、次はいいの？はいこうやってるのにもういいの？とか分かんのもう触ってんのにいいの、スンちゃんがリカと似てるわ、本当に。おお、ごちそうさまでした。はい、大もこすみだ。おお、完食です。おお、大もすみだ。やらせばっかりこれはスンちゃんのやらせですからね。パピタンの本心じゃありません。ちょっとありがとうございます、はいはい、会計は私がしますから。いえいえ、もうカード切ってるから。ありがとうございます。ありがとうございます。早い早い。ああ、そんな高いのはパッと持ちますよ。バイバイ。バイバイ。アニョン。いけか。お父さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、嘘しました。お母さんの部屋よ。あ、バナナ美味しい。これバナナの病気。はぁ、お、おはよう。お部屋開けて開けて。これね、うん、はい、ないただきます。いただきます。食べるよ、パピちゃん。デリシャス。お母さんの部屋よ。ナナちゃんだな。ナナちゃんと似てますか、娘？ナナちゃんが可愛いですか、娘？可愛い。娘、娘。おお。よくダントツよ。わあ。今いるからね。簡単だね。チェスオプソン。そう、負けてあげるのも難しい。あー、終わりですね。あー、ごちそうさまでした、お父さん。あははは。あびた、ごめん、あびた、ごめんなさい、ごめんなさい。あびた、いけ、ごめんなさい。なるほど。あれ、お父さん見なくてもいい。いいって言ってください。いい。早く。
今あの981パークっていうところに来ました。Oh, crap.